北緯38度41分17秒、統計128度12分01秒、北緯38.68806度,度、統計128.20028度、38.68806、1 2 8 2 0 0 2 8三日浦急流幕府混合山観光地区は、朝鮮民主主義人民、共和国統治領域東南部の混合山一帯に、年から年まで、 設置された特別行政区域。2011年4月に新たに金剛山産国際観光特別区が設置された。金剛山産の一部は1998年11月以降に北朝鮮政府の方針で韓国人、外国人観光客に開放された。当初は船での出入域が行われたが、軍事境界線から金剛山産に至る新しい道路が 韓国側の資金によって建設され、バスを用いた陸路での観光客輸送が行われるようになった。2002年、韓国人、外国人に解放された地区の周辺は、一般の北朝鮮人の住む寒温度から切り離され、観光地区として独自の行政区画が編成されることになった。韓国人の観光が始まると、北朝鮮の人々は、北朝鮮政府によって、 混合山地区への立ち入りと接近禁止された。北朝鮮政府は、現地のホテルなど付近で、北朝鮮の一般人ではなく、中国の朝鮮族を働かせることで、北の住民に外部の情報の交流をさせない仕組みにしていた。2008年7月の韓国人、観光客射殺事件を受けた中止までに、累計500万ドルという利益を北朝鮮にもたらした。その利益は、 体制維持のために必要な経費や額、ミサイル開発に利用された。2011年4月に最高人民会議、常任委員会の政令により、金剛山国際観光特別区が設置された。これにより、それまでの金剛山観光地区は、執行、廃止された。この地域での1998年から2008年までの観光事業については、 今後山韓国からの観光を参照のこと、ありがとうございます。